7番ホールパー4、これもバーディー十分可能な340ヤード短いパー4です。よいしょ。よいしょ。フェルウェイの真ん中、ドローの綺麗なドライバーショットでした。フェルウェイ左にバンカー方面、しかしながらフェアウェイです。トップに車がドライバーと言ってましたが、左にちょっと引っ掛け気味ですが、フェアウェイ左にナイスショットです。よいしょ。340ヤードパー4、残り132ヤード。うん、ナイスオン。ありがとうございます。残り111ヤード。お、筋いってる。おー、ナイスショー。さあ残り110。ざっくりしてしまいました。ショート左手前。筋ってる。左、ちょい左。ナイスショー。さあバーディーを取って一つ取り戻せるか。3名きれいに並んでパーオン、バーディーパットです。カレン選手、約2ヤード、3ヤードぐらいのアプローチショット。難易度は高くありません。ねじ込めるか、ねじ込めるか。ショートしてしまいました。セガ選手、カレン選手のマーカーを気にしておりません。スライスライン、カレン選手のマーカーよりは曲がるように思っているようです。なあ、おー、惜しい。なあ、いいまで言いかけたけど。さあ、坂井選手、瀬川桃佳選手のラインは見ていました。スライスライン、アウトサイド、レフトか。ああ、ちょっと弱くてかなり回ってしまいました。さあトーナメントリーダー、ホール前まで、入れるは3アンダーです。これもスライス読めず。さあカレン選手、レフトエッジ、ナイスパー。ナイスパー。バンカー方面、バンカー方面ちょっと見えない。ラフか、左ラフ、フェアウェイギリギリか。ナイスショー。フェアウェイど真ん中です。
ナイスショー、フェアウェイど真ん中、ナイスショットです。パー5、8番ホール。うん、ナイスショー。ラフです。ちょっと沈んでいます。パー5、ちょっと噛みましたが、ナイスショット。千葉選手、ちょっと目の前の顎が気になりクラブを変えました。うん、約120-130ヤードでしょうか。顎が高く打てませんでした。ナイスショット。フェアウェイド真ん中、200ヤード以上飛んでおります。バーディーなるか。佐藤選手、バンカーの顎が高く、残り185ヤード。さあ、上りを入れて200ヤードですが、激しく左に曲がっています。残り127ヤードですが、上りを入れて135というところでしょうか。ピンの右に向かってショート、フォローを読みすぎてしまったでしょうか。酒井選手、上り105ヤード、上り110ヤードというところでしょうか。ナイスオン。さあ、残り110ヤード。お、すじってる。おー、ナイスショー。千葉選手、トラブルショットです。傾斜度40度あるでしょうか。超左足下がり。さあ、どのように打つか。ウェルグリーンはあまりありません。一回バウンスさせた。惜しい。20ヤード、4ターン目。ナイスアプローチ。千葉選手、パターでいくようです。おー、ナイスセーブ。酒井選手が先に行くようです。バーディーパット。102メートル。おー、惜しい。ナイスパー。惜しい。うん、ナイス。千葉選手、見事に木を乗り切り、グリーン外からパターでねじ込みました。パーでした。9番ホール、ティーショット。よいしょ。距離短く、石田の後ろ、石のため、これもバーディーホールです。今日はちょっと引っ掛け気味ショットが多いルナ選手です。これは右
ナイスショフェアウェイの真ん中です。9番ホールパー4、残り131ヤードですが、上り入れて145というところでしょうか。ナイスショー、残り125。うん、ナイスオン。よいしょ。100ヤード弱。バーディーチャンスにすることができるか。トップから1打差。よいしょ、ちょっとショートか。さあ、千葉選手からです。このホール340ヤード、さすがプロ、全員パーオンしております。約10メートル、金井上り125から130%というところでしょうか。登っております。雷がちょっと鳴り始めてます。打った、打って届くか。ナイスタッチ。さあ、栄沼選手、今日はまだバーディーパットが入ってません。スライスライン、下りのスライス、カップ5ぐらいか。オーカナイズのスライスを読んだが、おお、すばらしい、すごく曲がりました。ナイスパーということで、セガ選手のボールは間違いなく2個、まあ、曲がると思います。いい感じ、惜しい。さあ、カレン選手、ダブルボギー挑戦するバーディーパット。ナイスパー、ナイスパー。